はい、もっと素敵に輝く毎日に、表参道にあるジュエリーショップ、ジュエリー服部の服部です。不安なニュースが毎日続きますが、皆様いかがお過ごしですか？今なるべくお家にいて、病気にうつらないことが大切ですね。私どものお店もただいま臨時休業中です。そして本来ですとこの時期春のジュエリー展示会を催させていただくんですけれども、そちらも秋に延期とさせていただきました。ただ今度の展示会用に作り込んだいろいろなジュエリーがございますので、今日はその中からおすすめのものを皆様にご紹介したいと思います。それではどうぞご覧ください。1番目がパライバトルマリンになります。こちら、これパライバトルマリンのカボションカットといって、こんもりした丸いカットですね。横から見ると、お山ができてます。この優しいカットの、カボションカットのパライバトルマリン。パライバトルマリンというのはもうレアストーンで、この綺麗なブルーが、とても魅力的な石です。これご存知の方はご存知ですけど、知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、今なかなか取れない宝石の一つになってまして、レアストーンで人気がある石ですね。でこれがちょっとこの青い、中に透け感があったりしてですね、この石自体もすごく面白みがある石で、石から買い付けて作り込んだんですけれども、これなかなか良くないですか、これ。でこちらは、こんな感じですね。これはぜひ展示会で皆様にご紹介したかった指輪の一つです。はい、続いてまたパライバトルマリンです。これはまた先ほどと変わって、ちょっと高級な感じで仕立てております。中に使っているパライバトルマリンも先ほどのと違ってクリアな、非常に透明度の高いパライバトルマリンが使われています。ほとんどルーペで見ても欠点がないぐらいパーフェクトなパライバなので、これはちょっと華やかにお仕立ていたしました。周りに取り囲んでいるのも丸いダイヤと四角いダイヤを組み合わせてですね、華やかに仕立て上がっております。でこちらはちなみにじゃん、こんな感じですね。はい、こちらパライバトルマリンのペンダントです。こちら三角形のパライバトルマリンを使ったペンダントは、ルノン国吉が手作りで作ったハンドメイドジュエリーです。この三角形のパライバトルマリンなんですけれども、奥に深く厚みがございまして、この厚みがある分光が入るとキラキラとパライバの独特の青い反射が楽しめます。そしてこちらちょっと珍しいんですけれども、透明の水晶の中にパライバトルマリンが結晶として入ったクォーツインパライバトルマリンですかね。でこちらも透明感があってお肌につけていただくと青いパライバトルマリンが浮いて見えるようなそんな作りになっております。はい、続いてはちょっと変わったカラーストーンをご紹介したいと思います。こちらはこっちがインペリアルトパーズという、ちょっとオレンジがかったトパーズ、そして、こちら側が、パパラチアサファイア、ピンク色とオレンジ色の間の色目のサファイアですね。パパラチアサファイアという色目も非常にレアストーンでして、インペリアルトパーズもちょっと珍しいんですけども、この2つを組み合わせてこの間が抜けたフォークデザインと呼ばれるデザインに仕立てました。でこちらは引っかかりもないので、非常にカジュアルに身につけていただくこともできると思いますし、個性的な表情ですね。優しい色合いの個性的な表情の指輪に仕立て上がりました。はい、こちらはじゃん、こちらですね。はい、続いてはこちらのサボライトガーネットという石で、グリーンガーネットなんですけれども、この、ピラミッドのようなカット、これ綺麗ですよね。横から見てもこういう表情、縦から見ても奥に濃い、スキッとしたグリーンが、浮かび上がって、これも綺麗です。
周りにダイヤモンドをあしらってあげて、ちょっと華やかになっておりますが、つけやすいというか、程よい大きさですかね。はい。こちらの指輪は、はい、これです。はい。と、こちら、ルノン国吉の指輪です。ダイヤモンドをあしらった、留め方がミルグレインセッティングという地金の縁に粒々を仕立てた、ルノン国吉の得意な技法です。こちら四角いダイヤモンドで、こちらマーキスカット葉っぱ型のダイヤモンドを5ピースセットした指輪です。ラウンドカットと違って、こういった変形のカットのダイヤモンドの、こういった粒を揃えていくというのが、なかなか難しいというか、ちょっと手間がかかる作業なので、なかなか一般的にはこういったデザイン少ないかもしれません。ミルグレインセッティングのいいところは、少し華やかに仕立ててくれることと、あと爪止めと違って、引っかかりがないので、デイリーに、普段から気にせずお付けいただくことができます。はい。で、こちらは、こちらのプラチナのマーキスカットのダイヤモンドの指輪が30万円で、四角いイエローゴールドのダイヤモンドの方が38万円です。はい。こちらの1カラットのラウンドカットのダイヤモンドを周りにメレダイヤをあしらって仕立てた、比較的オーソドックスなんですけれども、なんていうんですかね、周りのダイヤの留め方が、繊細で、ちょっと今っぽいと言いますか、今風のシンプルなダイヤの指輪です。センターが1カラットあるので、華やかですね。で、こちらは、もしお持ちの石があって、デザインを変えたいという場合ですね、こういったデザインに変えることできます。石の大きさによりますけれども、15万円ぐらいから、リフォームすることもできますので、もしお持ちのものでこういったデザインに変えたいということであれば、もちろんご相談をお受けいたします。ちなみにこちらは、こうですね、1カラットのダイヤモンドがあしらわれていて、75万円です。はい、いろいろ見ていただきましたけれども、何かご意見、ご感想ございましたら、この LINE に直接コメントしてください。コメントは私どもは見れますが、他のお客様には見ることができないようになっておりますので、どうぞご安心ください。あれが欲しい、これが欲しいなんていう嬉しいコメントもお待ちしております。今日もご視聴ありがとうございました。